名前がまたかっこいいんですよ。なんていうかっていうね、職人って名前なんですよ。これハイテックっていうね、独特な形してますけど、この3つともね、すべて洋服に使われるぐらいの生地が採用されてるっていう。はい、本日はですね、最近購入した3つの防水スニーカーをご紹介していきたいなと思います。まず1つ目っていうのがこちらのですね、バンズの防水スニーカー。そして次が、まあこれは定番ですよね、ノースフェイスの防水スニーカー。そして最後がハイテックっていう初めて聞いたブランドなんですけど、これもなんかミリタリー系のブランドなんですけど、すべて防水のスニーカーを黒のやつ購入しました。中身を開けてみるとこちらズドン、バンズがこんな感じです。名前がまたかっこいいんですよ。なんていうかっていうね、職人って名前なんですよ。日本のテキスタイルのなんかをこう使ったみたいなことはちらっと言ってたけども、合ってるかなちょっと分からんけども、要は職人さん、あのタトゥーアーティストとか、あと作業する方とかが履いても、大丈夫なようにっていうことで、ソールとかも柔らかく作られてるとかっていうのは、今言っちゃったら全部喋ることなくなっちゃうからやめとくけども、そういうのがあったりだとか、あと次がね、このノースフェイスの、まあこれ定番ですよね、正式名称がね、シャトルレースウォータープルーフっていう名前で、まあ、ここにノースフェイスのロゴは黒く入ってるのであんま目立たないんですけども、こんなんがあったり、そして最後のそのハイテックっていうね、正式名称なんて読むんかわからへんねんけども、 AMACRO っていうことで、アマクロっていうんかな、ちょっとわかりませんけども、そういったスニーカーがありますのでご紹介していきたいなと思います。全て一応水に強いということなんで、完全防水とは歌ってないんですよ。でよくね聞く完全防水と防水と撥水の違いって何かっていうと、まず撥水と防水の違いわかりますね。水が弾くか弾かないかっていうところで、弾くと撥水でも、弾いててもいっぱい水が来ると濡れちゃうのが撥水ですよね。で防水って言うと全く濡れないっていうことなんやけども、完全防水って何かっていうと、こういった糸の縫い目からもう水が入らないですよ。要は水に、水槽とかに水溜めといてギュッて入れても水が入らないのが完全防水なんですよ。でもそれって物理的にちょっとむずいじゃないですか。だから完全防水では歌ってないけども、まあ雨であれば全然問題ない。水たまりに足突っ込むとちょっと微妙かもしれんけど、雨ぐらいだったらなんてことないっていうのが、こういったスニーカー系になってますので、まずは一回履いていきましょう。それぞれね、履き心地とか見てもらいたいなと思いますので、まず下のカメラね、ズドンと見ていただいて、バンズの方から履いていきます。まあこれはもう定番ですよね。いかがでしょうか。なんかバンズのエラっていう形なんで、まあ皆さんね持ってはる方も非常に多いと思いますし、クッション性がめっちゃいいかって言われたら、まあ従来のやつよりかはいいとは思うんですけども、まあシンプルなコーデしたいとか、あとまあ仕事とかでも使いたいっていう方はね、あのいいかなと思います。ちなみにさっきこれお値段がですね、なんと驚異の7150円、たった7000円で、この防水、日本のバンズジャパンがね作ってる、生地みたいなの、バンズジャパンが取り扱ってる製品みたいなんで、いつ出たんか知らないですけど、僕は最近知りました。で次がですね、僕ちょっとスニーカーでは辛口でいつも言ってますけど、ノースフェイスのスニーカーね、履いていきたいなと思います。僕普段全部28センチなんで、これも全部28で購入してます。これね、もしかしたら今廃盤になってるかもしれないんですけども、以上こんな感じになってますね。で履き心地から言うと、まあ履いてる僕の主観になっちゃうんですけど、バンズより悪い。だからバンズの方が履き心地としては良くて、ノースフェイスのこのスニーカー、何が履き心地悪いかっていうと、ソールがね硬いんですよ。上のこのキャンパス地の生地の部分も硬いんですよね。だから上も下も硬いっていうような感じなんで、ちょっとこれ人によっては、まあ靴下履いてるからいいけど、このかかとのとことか靴ずれしそうやなっていうような、ね、感じですね。僕もこれ以前買ったことあるんやけども、全然履かんくて、結局なんかメンバーシップの人が誰かになんかプレゼントしたような気がするんやけど、また改めてね買ってみたんですけど、これのね値段がですね、17,600円、1万6000円の消費税ということになってるので、バンズ2足分より高いかなっていう感じですよね。やったらバンズ2足買っちゃおうよって、もう先に言っちゃいますけどもね、そういうことになっておりまして、次がですね、これハイテックっていうね、独特な形してますけど、履いてみたらどうなんかということですか。ちょっと裏見てる感じはね、これ作業靴っぽいよねっていうような感じはするんですけど、はい、とまあこんな感じですね。まあ、形はちょっと特徴的かな。でサイズもちょっと大きいかな。これ何センチで買ったんだかな、28で買ってるんですけど、日本サイズの28よりちょっと大きいですね。ハーフサイズ大きいと思ってもらってもいいかもしれないです。あの縦がねちょっと余ってますわ。指入るぐらい、ちょっと大きいかなって感じです。でね、こちらもねコスパいいんですよ。お値段がなんとね、定価がなんぼか分からないんですけど、7000円とか8000円とか9000円とかで売ってるんですよ。だからちょうど YouTube で比較するのにいい値段でしょ。だからね買わせていただきました。でそれぞれ皆さん特徴があってね、まあ言っていきたいなと思うんですけど、まずねこのバンズの方、大本命バンズの方からいくと、あの公式サイトからね画像を引っ張ってきたんですけどもね、こんな感じで汚れとかも弾いてくれるっていうところもそうやし、生地自体がね日本の生地使ってるんですよ。小松マテーレってね、まあ有名な生地屋があるんやけども、
アメリカといったらゴアテックスでしょ。国内といったら、まあ、東洋レーヨンとか小松マテーレってあるんだけど、まあ、小松マテーレって結構面白いことやっててね、こういう植物の、染色を使ったりとかした防水の生地使ったりとかっていうのをやってる会社さんなんやけど、まあ、その生地がね採用されてると。だからバンズジャパンが繰り出す日本人のための日本の生地を使った防水スニーカーみたいなイメージなんですよ。クッション性もね、どうなんかいいやつみたいなんやけども、これどう、あのはっきり言って僕は全然分かってないけども、まあ、普通のバンズに比べるといいけど、普段僕が履いてるのはオンとか、ホカオネオネとかそんなに比べると、ちょっと硬いなっていう印象はありますけども、これはこれでね結構使えるんちゃいます。シンプルやしね。で次にね、このノースフェイスの、防水スニーカーの方なんですけども、これはまあどういう特徴があるかというと、そもそもね表地っていうのがコーデュラを使ってるんですよ。まあ、生地サンプルでいうとねこんな感じでさ、こういうねコーデュラの生地が使われてて、その中にメンブレンが入ってるんですよ。でコーデュラってこれアメリカでしょ。でノースフェイスってアメリカじゃないですか。だからめちゃくちゃ理にかなってるんやけど、表地はそのコーデュラを使ってて、中にメンブレンっていうのをね抱き合わせてるっていう、まあ、防水の仕様なんですけど、まあ、よくノースフェイスはスニーカーでやってるんですけど、そういう感じになってると。でただソクッションはね結構きついと思います。履いてたら疲れると思うし、今まであんまりそういうクッションのいいスニーカー履いてない人やったら全然いいと思うんですけど、結構いいクッションのやつ履いてるよっていう方とか、ましてや家でウーフォス履いてるよっていう方なんかは結構これきついと思うので、あの白菜はねもう足に豆ができまくっても俺は関係ないねって、むしろ豆作っていきたい人なんやねん、豆作りたいおじさんやねんっていう方はねいいかなと思うんですけども、まあそういったところになってて、で最後ねハイテックっていう、これがねベンタイルって生地使われてるんですよ。ベンタイルって何って、なんかどこのタイルなんていう話なんやけども、これあのイギリスのメーカーなんですよ。でベンタイルっていうのもイギリスの防水生地なんですよね。まあ、ここにあるんですけど、このベンタイルっていうこのマークがついてるっていうのが一応イギリスで作られてるんですけど、これすごいのが何かっていうと、実はコットン100なんですよ。コットン 100% やのに防水の生地であるっていうところがイギリス軍とかにも使われてるんですよね。でこの今回の生地がコットンかどうかは分からへんけども、そういうあくまで天然の風合いとかを出して防水生地ができるっていうのが得意なあの生地屋の、あの生地を使ってるということなんで、全然この3つともね全て洋服に使われるぐらいの生地が採用されてるということなんで、まあ、今まで防水スニーカーってあんまりなかったじゃないですか。でやっぱり靴は靴の生地を使ってたんですけど、最近はそういうハイブリッドっていうかね、ファッションの生地も合わせながら作っていくと。まずバンズは小松マテーレでしたね。で次にノースフェイスがコーデュラでしたね。で最後にイギリスのがねベンタイルっていう名前でしたね。でこれで皆さん分かっていただいたと思うんですけども、まあ、これからね梅雨になった時に履かれると思うんですけど、やっぱり大事なのって重さじゃないですか。でメーカー発表の重さで言うと、ベンタイル330、ノースフェイスのこれが264ってなってるから、こっちの方が軽いっていうはずなんやけど、持ってる感じはねこのベンタイルのハイテックの方がね軽いんですよ。だからその辺ちょっと一回あの重さ測るのは分からんから測ってみましょう。ではですね、左足で測っていきます。まずはバンズからですね。バンズの重さが片方で 353g、 そしてノースフェイスがこちらで 402g、 そして最後ハイテックが326ということなんで、327か、最もね、軽いのがこれになってるんですけども、まあ、両足合わせても600ぐらいかなって感じなんですが、まあ、あんまりねバンズもそんな変わりませんでしたので、まあ、バンズでもね全然いいかなと思いますが、やっぱノースフェイスのやつねちょっと重かったですね。公式発表はもっと軽かったんやけども、なんでなんかちょっとわからないですけどね。あ、これですね、ノースフェイスのやつね。はい、ということでね、以上最近購入した3点ご紹介したんですけど、あのご安心ください、これからですねどんどん履いていって、まだ僕防水スニーカーって他オネオネがあったりとかエコーがあったりとか何足かあるんですよ。だからその辺を全部踏まえた上で、黒のスニーカーの防水スニーカーといったら今年の通話これを履いてくださいっていうのをまた出しますので、楽しみにしていていただければなということで、今から早速このバンズを履いていきます。で、しばらくしたらねまたレビューが出てくるかなと思いますので楽しみにお待ちください。ということで本日はですね防水スニーカー3つを購入して紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。